プロテインスキマー、プロテインスキマー、プロテインスキマーとは、海水魚飼育、特に、ベルリン式飼育に使用される浄化装置である。スキマーとも呼ばれる。基本的な原理は水中に、微小な泡を発生させ、その海面に、代償様々な有機物や細菌などを吸着させ、除去するものである。よって一種の物理ろ過装置といえる。発泡方式には、 様々なものがある。プロテインスキマーに最適な泡が作りやすいウッドストーンと呼ばれる木片、木材には極めて小さい連続項があり、圧力をかけることで微小な泡が容易に得られポンプのインペラーの発生する陰圧によるもの、インジェクターと呼ばれる構造物に極めて強い水流を衝突させた時の陰圧によるものなどがある。各方式により、 発泡能力や泡の粒子径が異なるため、浄化能力にも差があると考えられる。一部のマニアでは自作も行われている。設置方法は、発泡方式により多様であるが、水槽、散布水槽の外部に設置する密閉式と、水槽、散布槽内に直接投げ込む内部式がある。一般に、小型水槽用には内部式が用いられることが多い。また除去した。 有機物を乾燥させて、カップに溜める乾燥式と乾燥させずに溜める湿式の二つにも分かれる。名称が示す通り、この物理ろ化装置最大の特徴は、タンパク質などの有機物を腐敗する前に除去可能なことである。タンパク質が腐敗して生じるアンモニアの除去は、従来好気性細菌による消化や、嫌気性細菌による脱出、海藻、海藻の吸収、 あるいは大量乾水という方法に頼るしかなかったが、本装置により水質への負荷が極めて軽減される。その効果も紫外線殺菌等などと異なり排液、汚物を吸着した泡が凝縮したものを見れば一目瞭然である。ここでミネラルも同時に除去されてしまうのではという懸念があるがミネラルを選んで除抽出するのではなく除去された泡。 水分に含まれるミネラル分のみであるために失われるミネラル分は極微量である。発生する泡は、径が細かいほど総表面積が大きくなるものの、あまりに微小な泡は、浮力が低下して水中に滞在する時間が長くなり、隙間内の水面へ到達せずにそのまま装置外へ漏れやすくなる。これは、メイン水槽の美観を損ねるばかりか一部の生物には、有害となる。 逆に、泡が大きいと全体の泡の総表面積が小さくなり、除去能力が激減する。つまり、この装置の効果は、泡の総表面積と耐水時間、及び単位時間あたりに、泡と接する総循環水量に比例する。前期の条件を満たすプロテインスキマーに、最適な泡の大きさは、直径0.3から0.5ミ、mm、リメートルとされ、 ウッドストーンは素材の持つ特性から比較的実現しやすいのに、対してインペラー、インジェクターなど機械式のものはどうしても泡が大きくなってしまう。高性能なプロテインスキマーは泡の質が良いか、または泡自体の量を増やして浄化能力を高くする。泡質が悪くても装置を大型化することで泡自体を増やして総表面積を増やす、特に背を高くして、その他、 浄化された飼育水が装置外へ排出される過程に様々な流路を設けて泡を消失させることに配慮されている。この装置の複次的効能として極めて高い爆技能力が挙げられる。高密度で飼育する水槽においては養存酸素が欠乏しやすく生物学的なろ化に支障が出るばかり化生体そのものが酸欠になる気があるが 本装置によって軽減されるだろう。これは、水槽水の酸化還元電位を高く保つことにも貢献する。オゾン発生装置を併用することもある。オゾン量を適切に保つことができれば当然効果が高い。産後水槽に水酸化カルシウム飽和水溶液を適化する手法があるが、これは pH を高く保つとともに、カルシウムイオンの濃度を高める上で効果的である。 この時、増床産後の生育に、有害なリン酸イオンを不要性のリン酸カルシウムとして沈殿させる効果もあるが、プロテインスキマーは、この沈殿物も,も除去できる。欠点として、発泡方式にも夜が大型なものは巨大、高さ1メートル以上であり、設置場所に困ることも多いこと、消費電力や騒音の問題が挙げられる。例えば120センチメートルを超える。 大型水槽向けの隙間では、その発泡用ポンプだけでも100ワット以上の電力を消費する。また一定のメンテナンスも必要で、これを怠ると十分な効果が期待できない。なお、本装置を淡水水槽に設置しても効果は極端に少ない。電解質の比較的少ない水溶液では、粘性が低く、生じた泡が即座に消失してしまうためである。なお、 ビールの泡は消えにくいのに、シャンパンの泡が消えやすいのは、ビールには、ホップなどに由来する物質が、泡の安定剤として機能しているからである。ある種の水槽添加剤は、水の粘性を高めるため、プロテインスキマーを使用している水槽に不用意に、用いると、大量の泡が噴出し、部屋に海水が溢れ出るといったこともある。これを防ぐために一定量の排水が溜まった時点で、 発泡を停止するような装置、小型フロートスイッチ等も販売されているが、十分に注意すべきであろう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。